18分になりました。アッコのいい加減2000回生放送でお送りしています。はい、全国からメールいただいておりまして、嬉しいね。はい、これは青森からいただきました。はい、青森県に住んでいるトラック運転手です。はい、ラジコプレミアムでこの番組楽しんでおります。ありがとう。日本中どこでも聞いてますよ。ありがとう。吉川浩司さんがいらっしゃるということで、うん、今から楽しみにしています。うん、いただきました。やっぱ男のファンも多いだろうね。多いですよね。男臭いもんね。はい、うん、広島の誇りさんもですね、はい、吉川さんとアッコさんのトーク楽しみですと。あ、広島出身だからですね。か、うん、吉川さんのことを今吉川と呼べるのは、うん、アッコさん数少ないと思いますよと。あ、どんな思い出話が飛び出すのか今から本当に楽しみですと。うん、そうですよね。まあ一個しかないねんけどね。いやいや、でもそれは強烈な、そうですね、エピソードですからね。はい、あとは川崎の女性の方です。江戸前ほっぺさんがですね、江戸前ほっぺさんよくどういうふうに、ね、メールくださいますね。うん、吉川浩司さん来るのかすごいな。江戸前ほっぺさん確か学校の先生でいらっしゃるんですよね。あ、そうでした。はい、はい、吉川浩司さんの歌を聞くと、うん、中学生の頃の自分に戻るんですよね。うん、そういう方ね。なんかね、あの違う言葉に聞こえたもんね。そう、そうそうそう、うん、そんな話がありましたね。うん、岐阜からも来ました。ラジオネーム、はい、黄色いマスクさんです。うん、39歳、いつも岐阜で聞いてますと。ありがとう。ここのところ朝晩岐阜は冷えますが、うん、日中は日の当たるところに限ってではありますが、うん、過ごしやすい日々が続いておりますと。うん、東京は最高気温20度を超えたという話題もありましたが、うん、でもやっぱり朝晩冷えますもんね、うん、この気温差で体がなんとなくだるいですが、アッコさんは大丈夫ですか？ね、ありがとうございます。大丈夫です。はい、土曜日から岐阜でもですね、うん、黄砂が飛んでくるという予報があって、はい、まあ、多少なんですけど呼吸器系に何のある私はもう黄砂と聞くだけで嫌になっちゃうんです。うん、マスクマスクですね。うんうん、正直なところちょっと息苦しいです。もうしっかりマスクをしないといけません。アッコさんはマスクはまだされてますか？はい、してます。私はですね。うん、さっきはなんで外したの？きっかけは、あ、でも確かに5類に移行した時に、うん、別にそうしようと決めたわけじゃないんですけど、はい、なんとなくしなかったんですよ。うん、そしたらやっぱりそれがまた習慣になっちゃって、マスクするのが習慣だったのが、しない方が楽は楽ですよね。楽ですね。でも今あの風邪もまた流行ってきてるっていうし、はい、インフルエンザもね。うん、そうですね。もう私はね、あの周りを見て、あの車の車窓からこう窓からこう見てんだけど、点検っていうか周り見て、その10人のうち8人ぐらい外してたらやめようと思うけど、車乗るとマネージャーたちとドライバーと入れて密室だからさ。なるほど。ほんでちょっと寒いけど窓を開けといて、いや今更風邪とかね、もう年だから風邪ひいて他の併発すると嫌なの。今肺炎なのが一番危ないとか言われてるからね。そうですね。ましてや、うん、まあホールツアーがね、うん、そう、終わるまでは、終わるまではっていうのは、うちのスタッフだってまだやってんじゃん。本当ですね。ディレクターも、あら、あ、マネージャー急に鼻の下だった、上上げて、あいつはああいうやつ。いやいやいや、でもちゃんとかけてましたからね。うん、まあそう、確かに大事ですね。いや、でもまあ、あの強制的ではないですけど、うん、安心感っていうか、そうですね、あの不安な方はやっぱりマスク、はい、最大の防御になると言われてますからね。そうですね。ちょっとまだまだ気温、温度差が激しいですから、はい、ご自愛ください。はい、気をつけますね。はい、はい、ということで、それではもう一曲お送りします。はい。あ、これいけないですね。はい、お知らせです。と思いました。閉めましたけど、今一応。お知らせです。話し合う。話ね。